国東半島の北東にある姫島。目当てをじゃあ最初に書きましょう。姫島小学校3年の国語の授業ではタブレット端末をノート代わりに使用しています。姫島小学校では児童全員に1台ずつのタブレットが整備されています。学内には Wi-Fi が設置され、インターネットにも接続可能です。年間通して常に触ろうということなので、社会や理科、それからふるさと、総合的な学習の時間ですね。の時間にはもう大体使うようにして、まあ、主に記録が主になりますけども、カメラを使ったりとか、あと新聞を書いたりとか、あとインタビューを録音したり、動画を撮ったりとか、そういう活動もずっと続けてやっているので、もう慣れてますね、と思います。本当普通の、 紙のノートと何ら変わりない。まあ、もちろんいい点もあります。すぐに消せたり書けたり、あと直線書くのも簡単でというのはあるんですけど、やっぱ慣れるまでがちょっと書き味とかですね、それから字の大きさとかいうのもあって、まあ、子供ちょっと字が大きいのでうまくこう画面の中に収まるというのがなると思います。まだ上手にできてないところがあって、まあ両面あるのかな、紙の良さもありますけどね。まあでも使いやすいのは使いやすいかなと思いました。もうちょっとね、分かりやすい文にするために今日は工夫を探したいんだけど、ちょっとなんか変だなとか、もうちょっとこうした方がいいなというところがきっとあると思うんですよね。読んでみながら分かったと思うんですけど、じゃあタブレットのノートにもうちょっと分かりやすい文にするためにどんな工夫を取り入れたらいいかな、こんな風にしたらいいよというのを短い言葉で少しタブレットに書いてみてください。まずは先生の書いたゴマに関する文章でどんな工夫をしたらいいか考えます。タブレットの扱いに困った子どもには、ICT のアドバイザーがやり方を教えてくれます。毎日間のノートを見てもいいですね。毎日間のノートを見てもいい。毎日間のノートから引っ張り出していきます。ちょっとね、お隣さんとちょっと見比べてみましょう。もしね、タブレットなので互いに見せるのも簡単です。互いに仕当てる。よいしょ、はい、必ず入れないといけないよね。あと何、じゃあどんな工夫がありましたか。また工夫を教えてください。どんな工夫がありましたか。ダムが利用してキーワード。お、他にポイントなの。他に工夫がなかった。順番に気をつける。例えばどんな順番が考えられる。わかりやすい、まあ、例えばわかりやすいとか、見やすい、見やすいとか、あのやつと比べて、なんか抜けちゃうのはない。どう見てる。例えばね、粉に引いて食べる工夫の前には何がついてるか。粉に引いて食べるって前には何がついてる。引くの、うん、次にとか、それから大豆に含まれる大豆麺だけ取り出しての前は何がついてる。またついてる。だからちょっとね、難しい言葉やけど、こういうの順番、うん、順番が分かんないね。順番も、うん、な、その言葉がないよね。例えば何入れたいか、例えばみんなのどうかな、入っちゃうかな、どうか自分が。じゃあね、残った時間でね、ちょっと修正をしたいと思います。例えばみんな段落にちゃんと分けてるかな、キーワード入ってるかな、順番が分かりやすい順番になってるかな、みんなが作ったやつね。それから、この言葉が、最初の言葉が入ってるかなというのを、ちょっとね、自分ので修正をしてみてください。
タブレットには食品について調べたことをまとめた文章が書かれています。一番いいのは入れ替えができるそうですね。子どもはもう資料を見つけた順に書いていってるので、今日出たようにこうなんかこう身近な順とか分かりやすい順とかいうのはなかなか意識せずに書いているので、まあ、その辺が自分が理解できた時に入れ替えて聖書をするというのがもう圧倒的にやっぱりタブレットの方が早いかな、手軽にできるというのは思います。自分のやつ行ってみよう。下書きの方順番これでいいかな。この順番でいい。分かりやすいとか簡単で順番どう、うん、今日なんかもそうだったんですけど、こう掲示物がこう黒板手元から横にあった掲示物とかいろいろあったんでちょっと多すぎたなという反省をしてるんですけども、まあ、絞った方がいいのかな。ただそのタブレットの中に全部入れ込むのもまたこう画面の切り替えとかでちょっと難しいところがあるので、こちらの指示だけだと思います。じゃあこちらをというかタブレットという指示をきちんとやっぱり徹底、今日もできなかったですけど、まあ、そういうのが大事になってくるのかなと思います。それでは良さをこうこっちがいかにこう分かって使い分けていくかというのがやっぱり必要かなと思いますけどね。どんな工夫を取り入れるといいかなだったから、例えばキーワードを入れたり、キーワード順番。おっしゃ、順番やな。順番。段落もう一個最後これがあったら順番を表す言葉だな。まとめをかけた人はじゃあ振り返りを、このページの一番後ろの丸筆で書いてみてください。学習で分かったことと次の時間にやってみたいな。振り返りまでかけた人飛ばしてですね、必ず名前書いてですね、そのテレビの一番最後にしっかり名前書いて。とにかく使うことだと思います。もううまくいかないこともいっぱいあるんですけども、子どもたちはもう触って覚える、私も触って覚えるということなので、あまりこう難しく考えずに、まあ、簡単なところからでもいいと思います。とにかく触る時間を、まあ、可能な限り増やしていただけるといいのかなというふうに思います。あとは、まあ、職員間同士とか怪しいアドバイザーさんを入れての研修ですね。どんなのができるのかなというのをこっちが分かってないと思いますので、そうかなと思いました。